エクソダス。この番組は Web3 専門メディアの編集長キャリアのある2人がブロックチェーン、暗号資産、NFT、DAO、DeFi などのニュースやトレンドを深掘りする番組です。この番組は DYDX 財団の提供でお届けします。しだれゆうすけです。毎回エクソダスをお聞きいただきましてありがとうございます。今回はですね、通常回とは別のエクストラ回として、一つのテーマに沿ってですね、私しだらと大木さんの2人でですね、ディスカッションしていくトーク回になっております。今回のテーマはアービトラムが DAO のガバナンスでいきなり危機に直面というテーマで話していこうと思ってます。イーサリアムのレイヤー2ソリューションのアービトラムですが、先日ユーザーに対して独自トークンのアーブをですね、エアドロップして非常に話題を呼びました。でその後ですね、同時にまあ DAO に移行を発表して、アーブの関係各所への割り当て計画なども発表してました。しかしですね、そのアービトラムファンデーションへのアービトラム DAO からのトレジャリーからの送金に至る過程でですね、いろいろとトラブルがありましてですね、今物議を醸しております。その件についてですね、詳しく2人でディスカッションしておりますので、でこの事件から考えるですね、 DAO に必要な人材はどんな人材なのか、そういったテーマもですね含めて話をしておりますので、ぜひともお聞きいただければと思います。それではどうぞ。アービトラムが DAO のガバナンスでいきなり危機に直面という感じなんですが、うん、はい。まあ、アービトラムご存知、イーサリアムのレイヤー2ソリューションですね。うん。で先月は、まあ、独自トークン、アーブ、エアドロップ実行して、はい、まあ、かなり話題になって。話題になってましたね。みんな、わーいみたいな感じになってましたよ、これ。なってましたよね、うんうん。日本の、ね、方も結構、エアドロップもらったみたいな報告をツイッターでされてて。そうそうそう。なかなかいい感じで進んでいたと。うん、はい。で、エアドロップと同時に DAO への移行も発表して。はいはい。で、まあ、アーブ、うん、アーブをこうどういうふうにこう割り当てますみたいな計画も発表したんですよね。うん。で、その割り当てっていうのは、まあ、例えば 42.78% をアービトラムの DAO のトレジャリーに割り当てるとか、はいはいはい。まあ、26.94% をオフチェーンラボチームとフューチャーチーム、アドバイザーのまあ給与に使うみたいな。うん、まあ。結構よくあるトークンエコノミクスっていうんですか？アロケーションっていうんですか、ね、アロケーションですね。で、この最初のアロケーションの計画には、アービトラムファウンデーションっていうのは書いてないんですよ。あ、なるほどね。はいはい、はい、はい。にもかかわらず、このアービトラムファウンデーションが、アービトラム DAO のトレジャリーから7億5000万アーブを自分たちが管轄するウォレットに送っていたっていう、ほう。ことが、まあ明らかになり、まあ自分でそれは申告したんですけど、うん、かなりコミュニティから批判が出ています。なるほど。で、これなんで批判が出るかっていうと、その、普通は、アービトラム DAO のトレジャリーの、トレジャリーというのは、まあ、うん、DAO のお金なんですよ。そうですね。なんで DAO の許可なく移動させちゃダメだよねっていう。で、ファウンデーションっていうのは、その、まあ、いろんな使い方もされるでしょうけど、基本はこう DAO に使える組織やって、うん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 、主人は DAO なんですよ、やっぱり。はいはい。そうですね。はい。はい、で、まあ、後ほど喋りますが、まあ、とはいっても最初はファウンデーションがリーダーシップを取ってとかそういう話はあるんですけど、うん、まあ、ニワトリが先か、卵が先かニワトリが先かか。はいはいはい。とか、なんかアービトラファウンデーションとかもなんかこう、いろいろ説明はしてましたが、まあそういう話は後ほど説明して、まあしますが、うん、あるにしろ、トレジャリーからこう、勝手になんかこう、DAO を無視して、資金を移動するっていうのは見え方として良くないと。いう感じなんですね。うん、で、それをやってしまったと。はい、うんで。ちなみに、すいません、繰り返しになりますけど、アービトラム DAO のトレジャリーから7億5000万、アーブをアービトラムファウンデーションのウォレットに送ってて、アーブの額は7億5000万アーブで、うん、月曜日、今放送、収録してるんですが、はいはい、この月曜日の朝の時点で1250億円ほどです。ほう、結構な金額っすね。結構な金額です。で、これどこで分かったかというと、はい、まあ、アービトラムファウンデーション、財団ですね。これが記念すべき提案、第1回目の提案をしたんですね、DAO に。AIP1 って言うんですけど、うん、ここでいろいろ他にも提案した中の一つに、うん、7億5000万アーブをアービトラム財団が売ったウォレットに送るよ、みたいな、うん。で、それは特別なグラント、まあ、助成金ですね。とか、初期費用、外注費用、経営管理費用、アドメン費用って言われるやつですけど、こういうものにまあ使いますというようなことを書いたんですね。あ、じゃあ投票を受ける準備 してたってことですかと思いますよね。うん。だ提案出してたってことですよね。うん。そう。出して、そうです。けど、
ちなみにその提案は、はい、今4月3日なんで、4月4日に終了する予定で。なるほど。これも今の時点で、80% 以上が反対を投じていると。なるほど。そう、だから今、白田さん言ったように、これ普通は、はい。あ、じゃあ、あ、これ、7億5000万アーブ、アブトラム財団に行かないんだって思うじゃないですか。少なくとも、結果が出てからどっちかになるっていう話ですよね。ですです。うん、うん。ですが、うん、先ほど言ったようにもうすでに移動しちゃったんですよ。なるほど。はい。うん、これちょっとまあ、あの、ポッドキャストなんで、はい、アドレスとかお見せできないのはあれなんですけど、うん、今、この、アービトラムダオトレジャリー1っていうウォレットと、はいはいはい、アービトラムダオトレジャリー2っていうウォレットがあって、うんうん、7億5000万アーブが、もう送られた形跡があると。オンチェーンデータで見れちゃってると。見れちゃってると。はい。うん、で、さらに言うと、うん、なんか一部使われてね、みたいな。おー、そっからもうすでに。すでに。うん、初期費用に。何の初期費用か分かんないけど、うん。そうです、はい。ほう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 。で、これやっと、もう移動しちゃってるのにもかかわらず、うん、提案、整理すると、うん、投票は反対多数ですと。あ、現状ね。現状。まだ終わってません。投票期間終わってません。はいはい。けど、なんで移動してるのって思うじゃないですか。おかしいですね。おかしいですよ、これは。これまずいですね。これまずいじゃないですか。うん。で、なんかいろいろとツイッターでアービトラムが釈明はしてるんですけど、うん、コミュニケーションの方法が悪かった。まずは言ってて、そこすごい強調してるんですけど、ほうほうほう。で、この今回の投票は、そのなんかこうリクエストをするものじゃなくて、うん、ラティフィケーションっていう言葉を使うんですけど、なんかこう批准をするためのもので、みたいな話あるんですが、うん、まあ、批准にしろけど、じゃあ、この反対票 80% って何も意味ないじゃんっていう。意味ないよね。なんか、ちょっと政治家答弁みたいになっちゃってますね。なんか、よくわかんない。そうなんですよね。ほー。なので、うん、大変。なんだ、これやっぱ、まずいのは、うん、その、DAO の投票って結構、その、たくさん投票あるんで、その、重みっていうのはそんなに、なんだろうな、総選挙とかそういうものに比べたら、低いって思われがちかもしれないですけど、はい、これ一発目の提案、一発目の投票であって、そうですね、ここでいきなり、あれ、DAO投票ってなんかお飾りだけの問題みたいな見え方になっちゃうから、うんうん、これなんか参加する気なくなりますよね。アービトラムの DAO、ガバナンストークンの保有者としてはおそらく。そうですね。はい。で、そこら辺もすごく、今、まあ、フォーラムっていうところで、うん、今回のアービトラム財団の、まあ、対応というか、やり方に対してすごい批判の声が出てるんですよね。はい。これはでも出ますよね。だから、はい、わかんないです。まあ、なんかその言い訳の感じはね、その批准だったから、っていうのもなんかちょっと苦しいし、それでね、うん、まあ、初めはある程度こう、ダウとしても引っ張っていかないとダメだからこういうふうにしたみたいなこともね、あるのかもしれないですけど、そしたら別にこう投票入れ、ね、なんでやってたのみたいな話になるから、そうなんですよね。だからあれなんですかね。これは分かんないです。もう全て推測ですけど、はい、悪意があったにしてはなんか逆に変だなっていう思いもあって。要は。そうですね。なんかよくこう、なんでしょう、ビジネスである、こっち側で準備しといて、投票出しといてって違うスタッフに、なんかあれやっといてって言ったタイムスケジュールが、なんかそのスタッフがなんかポンコツでずれてて、なんか前後しちゃったのかなとか、うん、勝手に想像してるんですけど。なんかね。うん。いろいろあると思うんですけど、その、確かに印象としては、うん、なんか悪意は、なんかなかったような気もするっちゃするっていう。うん。単に、今日も業界関係者と話したんですけど、はい、なんか焦りすぎだよね、みたいな。そう、だからこれを、まあ、これ過激だろうから先動かしといて、みたいな感じとか、はい、そう、本当にわかんないけど、締め切り日の社内連絡、社内っていうかダオ内なんていうか、まあでも運営のファウンデーション内の連絡が間違ってたのか。みたいなことね。ちなみに財団、おそらく今名前出てるのが、ディレクター職で3人しかいないんですよ。ほう。3人って、いや、少ないと思うんですよ。少ないですね。うん。まあね、どんだけサポートスタッフいるか分かんないですけど、うん。いや、少ないと思うんですよね。大忙しでやってて。うん。だし、なんだろうな、はい。さすがに焦りすぎたらあれですけど、やり方はまだまだあったと思うし、うん。俺は、業界関係者とも話したんですけど、やっぱりこういうふうに最初にこう、なんか最初に DAO との信頼感をなんかこう、なくしちゃうみたいなことになっちゃったのは、まあちょっと残念だよねっていう感じですね。あと、ね、まあさっきの話ですが、ニワトリと卵の問題も、はいはい、これは、誰も反対する人は少ないと思うんですよ。
その、つまり、これ何が言いたいかっていうと、うん、普通は、普通だったらですけど、こう、よく一般的に言われるのが、プログレッシブディセントレーション、段階的な分散化なんですね。はい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 。なんで、おそらくアンプトラム財団が言いたいのは、どっちが先か、その、DAO にいきなり最初に全部任せて、もう DAO は育たないみたいな。うん、そうですね。で、やっぱリーダー、まあ、コアとなるメンバーがいて、それを引っ張って、DAO を引っ張っていく存在が最初に必要だよね。けど、それは DAO じゃないよね、みたいな、ジレンマがあるんですけど。なんで、だから段階的に、分散化っていうのが望ましいっていうふうに考える人は多いんですよ、この DAO 関与の人は、うんうんうん。なんで、そこを別になんかこう、真摯に訴えるのは全然問題ないと思うんですけど。そうですね。ただ、今回は、やっぱこう、投票にかけたのが、なんか謎ですよね。でも僕は個人的には思いましたね。うん、そうね。僕はもうだから逆に次へティアレスミスなのかなと思っちゃいましたね。そうですよね。うん。なんか、本当は投票にかけない予定だったのか、うん。うん、まあスケジュールがなんか残念ずれたのか、うんうんうん。だからめっちゃ怒られてるかもしれない、今。誰かが。次、お前何やってんだよ、みたいな。そうですよね。ちなみにこれを受けてかどうか、まあ受けてるでしょうけど、はい、アーブはね、現時点までの24時間で 4.2% ぐらい下がってんで。うん、ああ、やっぱり下がりますよね。だから、はい、ちょっと、でもそれはそれでね、DAO のメンバーも望みたいことじゃないですからね。そうですね。うん。だからまあもう一発目でもやっちゃった以上、こっからうまくやっていくしかないですよね。で、その後も、ちなみにこれすごくね、当然動いてるニュースなんで、はい、収録公開日の時に新しいね、情報とか出てるかもしれないですけど、はいはいはい、うん、現時点でアービトラム財団が、なんかこうさらに提案してて、うん、なんかこう、まずその AIP1 ですね。これちょっといろいろな要素盛り込みすぎたから、いろいろ分割して投票しましょうみたいな、提案をなんかし直しますみたいな感じになってますと。なるほど。で、この問題の7億5000万アーブに関しては、1に使っちゃった件に関しては、うん、例えばそれを使って、ファウンデーションは投票しませんと。うんうん、これガバナンストークなんで基本。それを使って投票はしません。で、4年のベスティング期間を設けようと思いますみたいな。なるほど。4年間は、これはもう売らないっていうことですよね。売らないと。うん。うん、とか、まあ、提案してるんですけど、それを含めても、だから再提案するとですね、おそらくこう7億5000万。はいはいはい。アーブの件、箇所に関してまた再提案するっていうことなんでしょうけど、うん、けどそれでまた否決されたらどうするのっていう話ですよ、また。そうですよね。だからまあ、用途ごとに分けるっていうことで、うん、まあ、そもそもなんか、確かにこの報道とかリサーチャーの言ってることを見ると、要は使途がざっくりしてる不明だってことがあったんだと思うから、現状も反対票が過半数だったと思うので、それを細分化して、その予算は、例えばグラントなんかはいいんじゃないかとか、そういうことをやっていくってことですよね。そうですね、そうですね。そう。だけど、これ、やっぱ、移動しちゃったってのが良くないですよね、もう。良くない。もう一回投票しますって言ってもらって。それ仮にまた引き下げたら、戻すんですかって感じじゃないですか。確かに。戻すのかな、まあ、まあ。で、一部は使っちゃってるっていう。そう。だから、5000万アーブをすでに使用した疑いがあるっぽいですよね。そうですね、そうですね。なので、うん、それも必要な経費であって、みたいな、そういう釈明はしてるんですよ。確かに、ツイッターで。うん。なんか順序が違いますね、やっぱり。なんか、でも、うん、コミュニケーショントラブルっちゃコミュニケーショントラブルですね、内部の多分。そうです、そうですね。けど、その3人のディレクター、いや、わかんないですけど、3人ディレクターの名前があって、そんなだって、ね、密にコミュニケーション取れそうな気がしますけどね。確かに。なんなら全員チェックして、応援するとかね。そうですよね。はい。だからもう許してください投票するしかないですよね。こうなったら許してください提案みたいな。そうですよね。あ、でもまあまあまあ、なんでしょう、広く言えばこう Web3 プロジェクトにつきまとうですね、うん、なんかこうアロケーションとそれが透明性がなさとか、まああとはこういう下手してもしかしたらオペレーションミスでのね、うんうん、逆に疑義がかかるみたいなことはまあまあありますからね。そうですね。まあでもなんかね、エアドロップしてさらにバイナンスとかいろんなところにまあ上場して、比較的こう初めからねコミットしてた人には収益となり、なんか滑り出しとしては最近のものではアービトラムいい感じだっただけに、なんかちょっと残念ですよね。そうですね、うん、出花くじかれた感ありますよね。しかもそれがなんか別に外的要因じゃなくて、なんか自滅っぽい感じなので。自滅っぽいですね。だから結構やっぱりこのガバナンス専門家っていうんですかね、
結構重要だなっていうのを改めて思いましたね。やっぱり、いや僕とかも全然弱い分野なんですけど、うん、なんかそれこそ、なんだろうな。結構その法律とか会社法とか、そういうのに詳しい人とかが一人いるかいないかだと全然違いますし、はい、なんかこういう、なんだろうな。結構僕とかも先走りがちな性格なんですけど、はいはいはい、すごい慎重に物事を進めていくっていう、うん、結構ね、DAO の周りの、しかもこのお金のトレジャーの話ってやっぱセンシティブなんで、はい、どこまでやっぱり言うべきなのかとか、うん、そこら辺もこう慎重にこうなんだろうな、組み立てられる、うん、先を見据えながら、それできる人ってなかなかね、はい、重要だと思います。うん、ちょっと余談なんですけど、僕以前、もう2、3年前かな、はい、畳人という選択っていう本を書いてましてですね。ああ、はい、知ってます。あの本、まあ、ざっくり言うと何かっていうと、その、まあ、大風呂敷を広げる、まあ、社長とかリーダーみたいな人だけだとビジネスって動かなくて、うん、まあ、そういう人がイノベーションとか新しい、前にこう、プロジェクトを進める傍らで、その広げた大風呂敷をちゃんとこう、きれいに畳んでいくような、人が必要だなっていう本をまあ書いたんですよね。それはまあ実際僕がなんかそういうどっちかといえば後者の方の仕事をよく30代にしてたので、本書きませんかみたいな感じでそのテーマで。だからくしくもなんかそれが実は DAO に必要なんじゃないかなと。必要だと思いますね。なのでこう、ね、再度売れないかななんて思ってます。DAO、帯変えようかなみたいな。あ、書き直しますか書き直したいぐらいですね。でもなんかね。過失ありですか、過失。過失してね、なんか。もしくはそのあれは今多分中国語版は出てんのかな、なんか出てるんですよ、一応海外にも出てるんですよ、マジですか、すごいっすね、台湾で出版されてるんですよ一応。だこれ英語版出てたらね、もうアービトラムの人たちにも遅れた方がいいなって思って、あ、そう思ってますね誰かなので海外出版社でね翻訳したい人いれば、僕がそういうことですよね、プレジデント社に、うん、なんだけど、急いで、だからそんな、そこの重要な、ね、役割をこう入れずに、うん、なんで急いだんだろうなっていうような印象はありますけどね。そうですね。でもまあまあ、ひっちゃくめっちゃかだったと思うんですよね。で、うん、やっぱり初めはオフェンスを入れるので、チームって。うんうんうん、だからこれがやっぱり、まあちょっとこれは偏った意見かもしれないんですけど、まあクリプトプロジェクトあるあるな気も僕はしてて。ああ。その代わり、だからこそスピードがあって、すごいいいんですけれども、うんうん、この正反対のものって僕、例えば日本の大企業とかだと思うんですよ。この、はい、例えばアービトラムの真反対にいる組織っていうのが、うん、中央集権型の、で、彼らのはむしろだからこそ意思決定が遅いし、下手したイノベーションをもう作れなかったりもするんですけど、何がいいかって、うんうん、そういうなんか贅肉が多いことだと思うんですよね。うん、要は、その攻めの人もいれば、ディフェンスが得意な人もいるし、で、そういう人がある程度こう、多く会社にいるから、はい。じゃあなんか大きななんか動きをした時に、じゃあ君こういう後ろでちゃんと見ててね、みたいな。うん。誰かのケツ拭けるヤグにバックアップとして待機してるとかが、やっぱり大企業ってしやすいじゃないですか。はい。だからね、でも、クリプトプロジェクトがそうなればいいってわけじゃないので難しいんですけど、そのバランス感難しいんですけど、うんうん、なんかそういうことはあんのかなと思いましたね。うん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 。いや、おっしゃる通りだと思いますね、うん。バランス感難しいっすよね。バランス感難しいし、初めは、その攻めてるときはね、そっちよりも、むしろ、ね、手を動かせる人、まずは、なんでしょう。だから、それはまたちょっと別のエクストラ界でも大木さんとも話したいなと思ってたりしたんですけれども。なんか実はそういう人材必要だよね、みたいな思いは、うん、そのクリプトプロジェクトにとって、なんか、結構思ってたりしますね。だと思いますね。うん。なんで、結構その、結構プロダクトを作れば、特にこの DeFi DAO 系に関して、うん、またステーブルコインとかもそうかもしれないですけど、うん、とりあえず作っちゃえばいいっていう話じゃなくて、うん、いや、作るのも超大事なんですけど、はい、それをこう、ね、DAO 化していくときに、まあ、プロの DAO を、プロとしての DAO を運営していく上では、重要な人材はまさに畳人、畳人。ありがとうございます。かもしれないですね。畳人ですね、はい、一応。あ、畳人、はい。はい。かもしれないですね。はい。だからまあ、難しい領域ですけどね。だって、前人未到っちゃ前人未到じゃないですか、なんか。あ、そう思いますね。なんか、そもそもトークンの初めのアロケーションだって、なんか正解がまだわかんないし、みたいな。はい。はい。ね、中で、それを徐々に段階的ダオ化するプロって多分、
世界でもできる人はいなかったりするので、もちろんこれすげえ難しいことと思うんですけど、なんかそこら辺をなんかリスク考えるところに、もしかしたらだからそういう、大木さんさっき言ってましたけど、はい、いわゆるもしかしたらその金融機関で働いてた人とか、コンプラガバナンスとかが分かってる人とか、法律詳しい人みたいな、うん、まあさっき畳人っていうふうに、そういう、あの、事務方っぽいのも必要ですけど、プラスそういう人もいる、必要なのかもしれないですね。必要だと思いますね、うん。会社っぽいことがちゃんとできる人っていうか。そうです、そうです。そうなんですよね。で、それの成功例みたいなのをなんか初めて取ったら強いですよね、その人材は多分。強いと思いますし、この段階的な分散化、うん、プログレッシブディセントラリゼーションのところって、うん、正解を出した人いない、いないですよ。今いないですよね、まだ。いないです、いないです。出したって言ったら多分、クロード先にあるレベルです。ですよね。はい、違うだろう、つって。まだみんな途中ですからね。途中です。イーサリアムだって途中なわけじゃないですか。イーサリアムも途中ですね、はい。ね、うん。ビットコインはなんか上がっちゃってますけど、うん。なんかあれは、なんかちょっと例外かなっていう。ちょっとまあ、だから真似できないですもんね。いなくならないとダメなんで。はい、奇跡なんだあれは。そうですよね、はい、だけど奇跡って言うとなんか怒られちゃうかもしれない、はい、まあ、ただね、あれはマーケティング費用ゼロであそこまで行くってすごいですよね。確かに、うん、本当口コミであんな、はい、世界中の人がノード立てて、うんうん、本当分散化しましたね。そうですよね。だから、はい、あれに関してはちょっと話ずれちゃいますけど、多分その時世界がビットコインを知らなかったっていうのがめちゃくちゃ大きいと思ってて、うん、まだビットコイン何っていう人の認知度となんかこう広がり方がいい感じにバランス取ったんだろうなと僕は見てますね。なるほど。要はだから僕は再現できないかなと思って、今だとなんかトークン出しましたっていう時点でもうそれ暗号資産だろうとか、はたまたアメリカでは証券だろうとか、はいはいはい、もうみんなそれが一応分類できちゃうんですか。それは、はい、昔のビットコインって多分分類できてないんですよ。もうそれ一番最初だからそれできるってことですよね。そう、まさに。で、世界は知らないから、もちろん昔から知ってる人は知ってたんですけど、はい、もうその説明コストたるやみたいな話なんで、例えば政治家も気づいてた人はいるけど、うん、なんかみんなに言ってもわかんねえしな、みたいな状況と、なんかうまく。で、その、どっちかで言えば、世界に気づかれるタイミングよりも、ちょっと早く広まったから勝った気がしますね、現状。なるほどですね。そう。うんうん、逆になんかマウントのゴックス、事件の時が今だったら、うん、本当にあのカルプレスはサムみたいになってるわけで、まあ、みたいな話じゃないですか。世界最大のトレフィードでしたからね、当時。そうですよね。だからなんかね、はい、そこがちょっとうまく言語化できないですけど、なんかそのちょうどいい塩梅で広がったんだな、うん、それが芸術的な気はしてますけどね。で今は、そうですよね、うん。だからまさにいろんな人がね、規制もビジネスもね、みんな注目する中で分散化を進めるって、うん、まさにね、全然違うことやってますよね、ビットコインの時と。そうなんですよ。気づかれないようにこう広がるのわけが違いますよね。気にしながらやんないとダメだから。で、けどこれもし成功したら、逆に言うと成功したら、スケールできる形での分散化になるかもしれないですよね。そう。だからそれができた人はすごい。うん、次の。すごいと思いますね。下手したらサトシ超えるかもしれない。まあ怒られるかもしれないし、こういう表現も。でも、うん、なんでかというと再現性ありそうだからですよ。そう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 。これ発明。まあもちろんビットコイン発明なんですけど、うん、コピーできないじゃないですか。コピーできないと思うんですね。はい、まあ、はい、唯一できるとしたら、もうミームコインとかになってきちゃってると思うんですよ。むしろ。はい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 。もう意味持たないから、あの、分散してるっていう。うん、同時とか、うん、芝みたいな感じになっちゃうのかなみたいな、うんうんうん、そうなんですよね、はい、そうだからね、このみんなが注目する中での分散化を果たせる人って、はい、当然規制当局とかいろんな人に納得させて段階的に分散化するっていうのは、うん、なんかもしできたらすごいですよね。すごいですよね、うんうん、最強ですよね。それは最強だと思います、はい。ということで、まぁ、あ、ちょっとこれまだ、今ね、まさにいろいろ起こってる問題だと思うので、またちょっと続報あれば、来週以降も紹介したいと思います。はい。はい。今回もお聞きいただきましてありがとうございます。
エクストラスではこういったエクストラ回に加えですね、毎週水曜日頃ですねレギュラー放送も配信いたします。まだですねこのポッドキャストフォローしてないよっていう方がいたらですね、ぜひですねポッドキャストをいろんなスタンドで配信しておりますので、フォローしてですね最新の情報をチェックいただければと思っております。またですねこういうことを話してほしいとかですね、僕ら2人に関する質問、その他番組の感想などよろしければハッシュタグでエクストラスとカタカナでエクストラスにハッシュタグつけていただければ結構です。感想などツイッターなどでお寄せいただければ嬉しく思っております。それでは次回はレギュラー回の放送になりますので、そちらもチェックいただければと思います。この放送は DYDX 財団の提供でお届けしました。またエクストラスでお会いしましょう。さようなら。この番組は一般的な情報提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクを了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。